日本国総理大臣の岸田文雄です。サル大統領、サイード大統領、アフリカ各国首脳の皆様、ご列席の皆様、第4回野口英世アフリカ賞授賞式に際し、サリム・S・アブドゥル・カリム博士およびカライシャ・アブドゥル・カリム博士夫妻、ギニア中小撲滅プログラムを代表してご出席いただいているアダム・ウェイスカーターセンター同プログラムディレクターに対し、まずは心からお祝い申し上げます。私自身が対面で参加し、直接お祝いを申し上げることができないのは大変残念です。しかし、野口英世アフリカ賞の重要性が今以上に再認識させられる時はありません。新型コロナウイルスの問題が依然として続き、全世界がその影響を受ける中、グローバルヘルスアーキテクチャの強化に向けた息の長い取り組みが必要です。だからこそ、かつて黄熱病に苦しむ人々を救おうとアフリカに赴いた野口博士のように、アフリカにおける医学研究や医療活動に全身全霊を傾けて尽力した方々を検証したい。アフリカ、ひいては人類全体の保健と福祉を向上したい。その観点から、野口英世アフリカ賞は大きな役割を担っています。カリム博士ご夫妻は HIV、AIDS 予防治療への世界的貢献に加え、アフリカ人研究者の育成やアフリカにおける新型コロナウイルス感染症対策に大きく貢献をされました。また、ギニア中小撲滅プログラムの皆様は、カーターセンター主導の下でのアフリカ関係者と共同した国際的なキャンペーンにより、ギニア中小をほぼ撲滅しました。いずれも先人の不屈の精神を体現するにふさわしい受賞者の方々です。前回の授賞式においてスピーチされた故安倍元総理も、野口英世博士の精神が世界に一層広がり、国際社会の関心と資源がアフリカにおける医学研究や保健課題に一層注がれることを願っておられました。私としても安倍元総理のご遺志も引き継ぎながら、今回の TICAD8 の成果を踏まえ、また来年の G7 議長国として、人間の安全保障への脅威である新型コロナウイルス感染症との世界的な戦いに全力で取り組んでいきます。今回の野口賞受賞を契機として、皆様も今後ともアフリカに住む人々、ひいては人類全体の保健と福祉の向上に向けて貢献されることを確信しています。皆様が果たされている偉業に対し、改めて心から祝意と敬意を表し、私の式辞とさせていただきます。